こんにちはウィコン TV です。今日もご覧いただきありがとうございます。で今年の J1 なんですが、まあ、20チームでリーグ戦やるわけですけれども、まあ、3チームがね自動降格っていうね、まあなかなか厳しいレギュレーションになっています。で、今年ね結構コンサドーレ厳しいんじゃないのっていう声もね、あのちらほら聞こえてきています。えというわけでこの動画では、まあ、今期ねどのくらい勝ち点が取れそうか。 まずは、ね、残留できるのかっていうことを、まあ、過去の、ね、データを参考にして独自の考察をしてみたいいと思いますで具体的には、まあ、過去3シーズンの全試合の勝ち点を洗い出してでどのチームからどのくらい勝ち点が取れそうかということを、まあ、そういう、ね、数字を出してみましたで結論としてはね、まあ、そこそこいけそうな感じです。 でまあ、これはねちょっとした思いつきでのシミュレーションなんで、まあ、軽い気持ちでね見ていっていただけると幸いですでそれでは行ってみましょうでまず今年はどのくらいのね勝ち点があれば残留できるのかっていう目安を見ていきたいと思いますそれで参考になりそうなのが2021年の J1 ですねで2021年はあのコロナの影響で 20チームでのリーグ戦だったんでこの年のね勝ち点が参考になりそうかなという感じですねえというわけでですね2021年の順位表がこちらですでこの年もね4チームが降格っていうね、まあ、これまたね厳しい年でしたねえそれで今年の場合は3チームが降格なので18位以下になるとまずいというわけですね でこの2021年の18位の勝ち点が35でした、まあ、なので単純に考えると、まあ、勝ち点36あればギリギリ残留できるかなという指標になりそうです、まあ、それでこれだけだとねちょっと心もとないのでもう一つね参考にしたい指標があって、まあ、それがあの試合数と同じだけの勝ち点が取れれば残留っていう、まあ、よくね言われている指標があります で今年のね試合数は38試合なので、まあ、勝ち点38あればほぼ残留と言えそうです、まあ、余裕を見てね40あればもう大丈夫だろうという感じでしょうかね、まあ、なのでまとめると36でギリギリ残留三38でほぼ残留確定で40で安全圏といった感じですかね ではここからは、どのチームからどれだけ勝ち点を取るかということを、まあ、独自の、ね、考え方でシミュレーションしていきたいと思います。でここで、ね、表を一つ見ていただきたいんですが、こちらですで、ね。数字がずらっと並んでいますけれども、これが何かというと,、えっと、これは過去の、ね、3シーズンどのチームからどれだけ勝ち点を取ったのかということをまとめた表です。 で例えば表の左上ですが、まあ、神戸からはねここ3年で勝ち点1しか取れてないということがわかりますで。右上を見るとね FC 東京からは結構取ってるなということもねわかるかなといった具合ですで。それでこの表で何をするかというと、まずねこの表から各チームの平均値を出せば、まあ、各チームからねどれだけ勝ち点が取れるかの目安がわかります。 で、その平均値を全部足すと、今年取れる勝ち点の予想が出せるんじゃないかなという感じですね。で、早速平均値を計算したのがこちらです。で、今ね、赤い数字で出したのが、ここ3年間でそのチームから取れている勝ち点の平均です。で、こう見るとね、やっぱり苦手としてるね、神戸とか鹿島からはね、勝ち点取れてないですし、横浜 FC とかね、ガンバーとは相性がいいということがわかります。 でシミュレーション的にはこの赤い文字のところのね平均価値点を合計すると今期取れるであろう、まあ、価値点の、ね、予測が出せるんじゃないかっていう仮説ですね。えというわけで足してみましたはい、えー、その合計がねですで今年はね横浜 FC がいないのでその横浜 FC の数字は除いています。 えというわけで、まあ、今までのね3年間と同じくらいの戦いができれば、まあ、勝ち点がね33から34が取れるというふうに仮定できます。でさっきねあの残留に必要な勝ち点が、まあ、最低36で40がね安全圏ということを、えー、説明しました。えということは、まあ、昇格組のねベルディ町田岩田から、まあ、勝ち点3が取れれば36に到達します。 勝ち点6取れればね39から40に到達するという感じですね。でこう考えるとねあれなんとかなるんじゃないかっていうね感じがしてきますね。まあ、ただね今回はこの3年間を参考に指標を作りましたけれどももちろんねこの3年間っていうのは、まあ、金子選手もいたし、まあ、小鹿は田中俊太ルーカスっていう選手もいたんで、まあ、ちょっとね不安になるのはわかります。 まあでも、ね、あの主力が抜けたっていう点で過去を見てみるとあの2021年にはアンロペミンテが夏に抜けてでその年の、ね、オフにはチャナティップとか J も抜けましたで2022年のオフには高ネ・シャビエルコロキっていうね、まあ、この主力級の選手が抜けてもまあねなんとかなってきたわけですね。 まあなので2024年もね、まあ、なんとかなるんじゃないかと思っていますけれどもねいかがでしょうかでそれからこの表から読み取れる今季のねポイントになりそうな試合をいくつか見ていきますでまず平均勝ち点3以上取れてるチームとは相性がいいので、まあ、具体的にはねセレッソ FC 東京湘南ガンバー京都柏なので、まあ、この辺りはねもう確実に一勝はいきたいですね できればね1勝1分けぐらいでいきたい感じですねで次に平均勝ち点1を切っているチームはやっぱりね苦手意識がありますこれはね神戸鹿島ですねで特にね鹿島にはね去年シーズンダブル食らってますしこの2チームからはね勝ち点1ずつくらい取れるといいかなといった具合でしょうかね であとね、浦和にもね去年ダブル食らってますけれども今年の、ね、浦和はね補強が結構強烈なんで、まあ、かなりね厳しい試合になるんじゃないかなっていうふうには予想していますでそれからこの表なんですが去年の、ね、順位の順番に並んでいますでね下に行けば行くほど勝ち点が多く取れてるっていうことがわかるかなと思います まあ、ということはね、下位には強いっていうことを、まあ札幌は強いということを表しているんですが、まあただね、塗数がね、苦手なんですよね。で、塗数もね、順位的には札幌より下だったんで、まあ塗数からはね、今までよりね、勝ち点多く取りたいところですけれどもね、ここがどうなるかっていう感じですね。で、もう一つね、心強いデータがあります。 でここ、ね、5年間の札幌の勝ち点を見てみると18チーム制の、ね、リーグ戦でも勝ち点39を下回ったことがありません。で必要勝ち点、ね、36から40を達成するのであればここ5年間くらいの、ね、成績でいければ OK ということになります。<music> えというわけで2024年のコンサドーレの勝ち点のシミュレーションでした。 まあちょっとしたね思いつきで作ってみましたけれども、まあ、こういうね川山陽が楽しい時期でもあるかなと思いますで今年ねやっぱり主力が抜けて、まあ、なかなかね厳しい予想もされているコンサドー,ーレですけれども私はね今年はなんかいけそうな、ね、気がしていますねそれでは最後までご覧いただきありがとうございましたこのチャンネルではこんな感じでコンサドー,ーレについての話題をお届けしています ちょっとでも共感できたという部分があれば、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で失礼します。また次の動画でお会いしましょう。それでは。